こんにちは。女子高生のゆっくり霊夢だよ。テストも近いし、数学を勉強するよ。わからない問題が出てきたよ。こんな時はクラスメイトのりっかちゃんに聞こう。りっかちゃん。こんにちは、女子高生アイドルの小春りっかだよ。りっかちゃん、大変だよ。この問題がわからないんだよ。それは大変だよ。すごく変態だよ。お友達のレイムちゃんのためにゆっくり解説するよ。ゆっくりしていってね。まず、0小なりイコール X 小なりイコール1において FX が単調増加してるグラフというのはこういうグラフだよ。こういう感じのグラフになればいいのね。もしくはこんな感じ。確かに定義域では一度も下に向いてないね。ところで関数が増加するときってどんなときだと思う？わからんでござる。微分した関数が正なら元の関数は増加するよ。増減表を思い出してみてね。そういえばそうだった気がする。微分した関数が0になるときは元の関数の傾きも0になるよ。傾き0ってことは真横になるんだね。単調に増加するというのは傾きがプラスで常に増加しているか、一瞬傾きが0になっても減少することなくその後またすぐ増加していくことを言うよ。傾き0があってもいいんだね。つまり微分した関数が0以上ならいいんだよ。坂口坂道上り坂、たまに0でもまた上ってね。じゃあ FX を微分してみてね。イエス、できた。これが0以上ならいいから、こんな不等式にして両辺を3で割るとこんな式になるよね。すっきりしたね。これを仮に G、X とするよ。 G、X のグラフはどんな形になるかわかるかな。2次関数だし、2乗の係数がプラスだから下に凸の放物線かな。その通りだよ。そうしたら G、X が0以上になるときはどんなときか考えてみよう。自分で考えてわかるなら教師はいらない。 G、X の0小なりイコール X 小なりイコール1における最小値が0以上なら、この範囲において F' X も0以上と言えるよね。言える気がする。だから最小値に注目するんだけど、この放物線の頂点の X 座標によって場合分けが必要になるよ。場合分けってどんだけ？そのためにも頂点の座標を求めるよ。二次関数の頂点はあれして求めるんだよね。あれ、平方完成で式変形するよ。平方、仕事が好きなわけない。頂点の座標が出たね。この X 座標、つまり A がどの範囲にあるかで3つに場合分けするよ。 OS、さあ。まず、A 小なりイコール0の場合だよ。頂点が原点より左にあるときだね。このとき、0小なりイコール X 小なりイコール1における最小値はどこかな。 X が0のときかな。 X が0のときが一番小さくて、その後はずっと増加してるよ。その通りだよ。言い換えると Y 接点が最小値になるよ。つまり Y 接点が0以上ならずっと0以上なんだよ。 Y 接点は G、X に0を代入すれば求められるよ。 B になるね。つまり A 小なりイコール0の場合、 B が0以上なら0以上1以下において F' X 大なりイコール0が成り立つよ。にゃっこう。次に0小なり A 小なり1の場合を考えるよ。頂点が0と1の間にある場合だね。この場合、どこが最小値になるかな。一番下の先っぽのところかな。そうだよ、頂点の Y 座標が最小値を取るよ。つまり頂点の Y 座標が0以上の時を考えるよ。頂点の Y 座標ってさっき出したよね。そうだよ、さっき出したものを利用するよ。これも少し式変形するとすっきりするね。二次関数の形かな。そうだよ、原点が頂点の二次関数の形だね。0小なり A 小なり1の場合は B が A の2乗以上なら、0小なりイコール X 小なりイコール1において F' X 大なりイコール0が成り立つことになるよ。よ。最後は1小なりイコール A の場合だよ。頂点が1より右側にある時だね。ここではどこが最小値になるかな。グラフから
多分 X が1の時かな。正解だよ。そうしたら G、X に1を代入してみてね。ブラジャー、こんな風になった。今度は1次関数かな。正解だよ。 A が1以上の場合は、 B が 2A-1 以上なら、0小なりイコール X 小なりイコール1において、F'X 大なりイコール0が成り立つと言えるよ。3つの場合が全て出たね。まとめるとこんな感じだね。これらの条件が満たされれば、FX は0小なりイコール X 小なりイコール1の範囲で、単調に増加すると言えるよ。兄貴、ここまでわかったけど、答え欄には何をどう書けばいいんでやんすか。問題は、点 A、B の存在する範囲を求め、図してよ。だから、これを縦軸 B、横軸 A の A、B 座標で示せばいいんだよ。A 小なりイコール0の時、0小なりイコール B は、こう。けっ。0小なり A 小なり1の時 B、大なりイコール A2 乗は、こう。か。1小なりイコール A の時 B、大なりイコール 2A-1 箱。ぐえっへっへ。まとめるとこうなるよ。うろう塗り絵、楽しい。楽しくておかしくなっちゃう塗り絵、楽しいよ、塗り絵。ちなみに不等号にイコールがついてるから境界線を含むよ。あとは B イコール A2 乗も B イコール 2A-1 も、1、1、と通るのがポイントかな。やったー、答えが出たよ。レイムちゃん、よく頑張ったね。頑張りストレイム。それじゃあまた学校で会おうね。バインバイン皆様、バインバイン。バイバイだよ。